皆さんこんにちは。横浜にある堺シャローム福音教会の小山英二です。今日は10月15日、聖書箇所はエゼキエル書20章30節から39節、神と世の両方を握っていたいですか。エゼキエル書20章30節から39節。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる。あなた方は父たちの行いを真似て自分自身を汚し、彼らの忌まわしいものを慕って姦淫を犯している。しかも捧げ物を備え、幼子に火の中を通らせ、今日まであらゆる偶像で身を汚している。イスラエルの家よ、私はどうしてあなた方の願いを聞いてやれようか。私は生きている、神である主の御告げ、私は決してあなた方の願いを聞き入れない。あなた方が、私たちは木や石を拝んでいる異邦の民、国々の所属のようになろうと言って心に思い浮かべていることは決して実現しない。私は生きている、神である主の御告げ、私は憤りを注ぎ、力強い手と伸ばした腕を持って必ずあなた方を治める。私は力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持ってあなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集める。私はあなた方を国々の民の荒野に連れて行き、そこで顔と顔とを合わせてあなた方を裁く。私があなた方の先祖をエジプトの地の荒野で裁いたように、あなた方を裁く。神である主の御告げ、私はまたあなた方に鞭の下を通らせ、あなた方と契約を結び、あなた方のうちから私に背く反逆者をえり分ける。私は彼らをその起流している地から連れ出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。この時あなた方は私が主であることを知ろう。さあイスラエルの家よ、神である主はこうおせられる。おのおの自分の偶像に行って仕えるがよい。後にはきっとあなた方は私に聞くようになる。あなた方は二度と自分たちの捧げ物や偶像で私の聖なる名を汚さなくなる。31節にこのように記されております。イスラエルの家よ、私はどうしてあなた方の願いを聞いてやれようか。私は生きている、神である主の見つけ、私は決してあなた方の願いを聞き入れない。イスラエルの民が自らを汚しているがゆえに、神は彼らの求めに応じることはできないと言います。自らを顧みることなく、自分の要求だけをただ押し付けてきてもそれは無理だと言います。ヤコブの手紙にもこのように記されております。いくら願い求めても手に入らないのは、その目的や動機が間違っているからです。自分を楽しませることのみ求めているからです。神は召使いではなく私たちの神です。私たちが自分自身を顧みることがない、わがままな子供のままでいいとは決して思われません。私はどうしてあなた方の願いを聞いてやれようかという表現には、神様の優しさも感じます。本当は
聞いてあげたい。33節以下にこのように記されております。私は生きている、神である主の御告。私は憤りを注ぎ、力強い手と伸ばした腕を持って必ずあなた方を治める。私は力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持ってあなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集める。新聖書公開シリーズの高取先生は、裁きの宣告の真っ只中で回復の希望が語られるのは驚きであると言います。主は散らされた民を国々から集め、新しいイスラエルを形成されると。33節の後半部分を岩波訳ではこのように訳しております。私はお前たちの王となる。神ご自身がイスラエルの民の王となる。エゼキエルの時代から数百年後、まさにこの予言は成就しました。神ご自身がイスラエルの民の王となられました。カルバリの丘の十字架にかけられた神のこの頭上に記されていたのは、ユダヤ人の王。これはまさに予言の成就であります。34節の力強い手と伸ばした腕は、申命記4章34節の反響があると思います。あるいはあなた方の神主がエジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように、試みと印と不思議と戦いと力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力と思って、一つの国民を他の国民の中から取って、あえてご自身のものとされた神があったであろうか。つまりこの予言の背後に出エジプトがあり、この予言は第二の出エジプトという意味合いがあるということを言っているわけであります。37節にはさらにこのように記されております。私はまたあなた方に鞭の下を通らせ、あなた方と契約を結び。第一の出エジプトではモーセのもと十戒という契約を結びました。第二の出エジプトでは良い羊飼いであるイエス・キリストにあって、新しい契約、新約が結ばれました。37節の鞭は新教の訳では杖と訳しております。杖というのは羊飼いが羊たちを導くために使うものであります。まさに神様は出エジプトと同じように、私たちを力強い手と伸ばした腕を持って救い出し、羊飼いのように導き、新しい契約を結んでくださるお方であります。アメリカに留学していた時、私はメシアニック銃の杉越の祭りとユダヤ人家庭の杉越の祭りの両方に参加させてもらいました。どちらも杉越の祭りの中心は出エジプトのストーリーであります。毎年この杉越の祭りの日に出エジプトのストーリーが語られ、自分たちがまさにこの契約の民であるということを自覚するわけであります。出エジプトのストーリーを毎年語り聞かせる時が、まさにこの杉越の祭りであるわけです。私たちクリスチャンも同じように第二の出エジプト、イエス・キリストの十字架の御業を語り、新しい契約の民であるということを自覚するということは大切なことであると思います。聖餐式というのはまさにそのような時であると思います。イエス・キリストの十字架の御業のストーリーを語る、これはとても大切なことであります。いかがでしょうか。イエス様の十字架の御業を語っているでしょうか。
今日の箇所で2回私は生きているという表現が出てきます。慣用表現だと思いますが、聖書の神は生ける神、私は生きていると宣言される神であるということを認識することは大切なことであると思います。ワードビブリカルコメンタリーという学術的に聖書を原文から解説している専門的な仲介書があります。学術的なことだけが書いてあるはずなのですが、新明記の30章の解説でドゥエイン・クリステンセンという学者がこんなことを書いておりまして、私はすごく驚きました。こういうふうに書いておりました。初めて私がこの新明記の仲介書を書くように求められた時、友人がもしかしたら使えるかもしれないとこんなことを分かち合ってくれました。それは彼女のこの箇所における個人的な体験でした。誰とも彼女の夫にさえも分かち合ったことがない内容でした。彼女はあまりにも激しい鬱に苦しみ、最終的に自殺をすることを決心したそうです。最後に何かしらの導き、彼女の人生の意味を見出そうとして、彼女は聖書をランダムに開いて指を聖書に刺してみました。それが新明記30章19節だったそうです。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。彼女はこう言います。それを私はしました。もしそれが新明記のその箇所でなければ、私は今ここにいないと思います。私たちの人生の導きを求めるために、聖書をこのように使うのは良いモデルでないことは確かです。しかし神様はその特別な状況において聖書のテキストをそのように用いることを選ばれたことも確かです。私もおすすめしない聖書の読み方でありますが、しかし聖書の神は私は生きていると宣言される、今も生きて働かれている神であるということを私たちは忘れてはいけないと思います。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。あなたこそ今も生きて働かれている神。イエス様、あなたの十字架の御業を感謝します。イエス様、あなたの十字架の御業のゆえに、こうして大胆に恵みの御座に出ていくことができることを感謝します。生ける神、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。